ハロー YouTube 先生が違いです。今日は数に定積分と面積の関係を解説します。問題は直線 y イコール x プラス1と直線 x イコール1 x イコール3および x 軸で囲まれる図形の面積 s を求めようです。自分で問題を解きたい方はここで1点してください。ストップ。では解説をお願いします。まず面積 s はy イコール x プラス1 x イコール1 x イコール3 x で囲まれた図形です。 y 座標が高さになるので x プラス1で表せます。 s イコールインテグラル1から3なので1、3括弧高さなので x プラス1括弧閉じる dx。次の計算に移ります。開括弧 n プラス1なので2分の 1x 乗プラス1は定数なので x を引っ付けるだけで OK。 x 開括弧閉じる1の3。次の計算ですが、上端の 3x に代入したものから下端の 1x に代入したものを引けばいいので2分の1括弧9マイナス1括弧閉じプラス上端の3を代入したものから下端の1を代入したものを引けばいいので括弧3マイナス1括弧閉じ、これを計算すると6、これが答えです。小学校の時に習った台形の公式を使って面積を出すと上底は2、下底は4かける高さ2割る2イコール6、答えが一致しています。はい、ありがとうございます。では行ってらっしゃい。